はい、おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、おはよう。昨日は夕方から夜遅くまで、外出合唱団の練習に行ってきましたが、東京の行き帰りの話を昨日しましたが、今朝早く今度はクロケンおじさんピロリ菌の、治療の検査になるのかな、今日は結果ではないんだよね。今日呼吸、なんとかをやらないといけない。息を吐いてそこにピロリ菌が残っていないかというのをやってきます。あまりちょっと自信がありませんが、もしダメだったらまた治療です。なんか噂によると2回の治療でダメだったらダメっていう噂もあるんですが、これどうなるのかな、ちょっと不安。そして、それを東京行きに合わせてですね、孫いママの方は、会社の銀行のいろいろやらなきゃいけないこと、それをやりに行きます。なのでまた夫婦揃ってお出かけです。ごめんね、ごめんね、ポンちゃん、ごめんね、ジャン君、ごめんね。冷たり冷たり、ジャン君、いかがね、ジャン君、よくよろしくね。どのぐらい時間かかるか分かりませんが、お昼ぐらいには帰ってこれると思うんですけれども、出発は朝6時半を予定しています。ふみふみしてる。ぽんちゃん、ぽんちゃん、ふみふみ、ぽんちゃん、ふみふみ、かわいい、ぽんちゃん、ぽんちゃん。さあ、いろいろもろもろのことが終わったらですね、爪が引っかかっちゃいました。大丈夫、大丈夫、切らなきゃね、爪ね。うちのことをまたやったり、あとはちょっと仕事を先に進めなきゃいけないですが、頑張って行ってくるのでおとなしく待っててください。ジャン君も録画しよう。小鳥さんのいつもと違う声の声、はいはいはい。山も近いからね、山専門の鳥とかもこっちも回ってくるかもしれないね。そして、めいめいさん、皆様こんにちは。大変、大遅刻しちゃったけど、やっててよかった。はい、だいぶ遅くにスタートしたのでね、まだまだやっておりますよ。ふじちゃんさん、ジャン君かわいいな。ありがとうございます。それから、マロンゴーさん、熱測ったら 37.3 度ありました。そっか、まあ今はねもうおじさんになってしまったので多分そうでもないと思うんだけど、高校生ぐらいの時まではこうなんか熱があるなって測ったりしてたんですが、37度クロケン平熱だったんですよ。結構高かったよね。そうなのよ、私は37あるとヒロヒロになって。あ、そう、うん、あの中学の時に39.何度あるのに、うちの父親が、学校行ってこいって言ってですね、行ったことありますよ。そうするとですね、面白いの、廊下を歩いてるとあのトランポリンみたいなのね、廊下って、でこう歩くたんびにこうひゅにゃってこう引っ込んで周りがぐにゃってなるのね。で、途中からぐるんぐるん、ま、ゆっくり回り始めて、気がついたら保健所じゃねえ、保健所じゃやばい、ここ保健室にいましたとさ。そんなので歩けるところがすごい。私なんかこう、うちの親ひどいよね。私こうほふく前進のように張ってっていう、ね、うん、母親のところまで張っていって、なんか動けないみたいになって、なんか黒犬父親列伝面白いですよ。最近あの母とね同居しているので、黒犬がなぜ高いところがダメになったかの説一つ聞きました。なんだっけな、子供は一人では、降りてはいけないあのウォータースライダーみたいなやつ、あれを一人で行ってこいって言ってドンと押されたそうです。で、
周りの人は、わあ、あんな小さな子供が一人ですごいわ、すごいわって言って、ヒーローの扱いだったそうですが、黒犬はそれ以来、高いとこがダメになったそうですよ。うちの父はね、そんな人です。ということで、39度で学校行ってこいの話はですね、途中で学校から帰されてですね、家に帰ってから、一人で布団の中に寝ていたところ、六畳間の、天井の角から角に、小さなターザンがあー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 って言いながら飛んでました。これね、実を言うとテレビでちょうどお昼のなんか時間帯に映画やるじゃないですか、あれやってたみたいなんですよね。それがそのまま映像になって自分の頭の上で飛んでいるっていう風になったようです。そして、富士ちゃんさん、ちゃんくんこっち向いて、なんか今ね、線の中に線も綺麗にしなきゃね。ねえ、そう、ここに来たら線も綺麗になるかなって思ったけど、なかなか難しい ね。それから、あ、ごめん、ブロニャンコさんの到着、あらら、クエスチョンになってた、笑い笑い、遅めの昼食食べながらの参加となりますが、お邪魔します。今日もローソンのチャーハン食べます、ということですね。ローソンね、あれ、ローソンなんだっけ？ローソンじゃないか。ん？ファミマを見つけたんだよね。そうか。ローソンの地図の中では見つけて、そうか。でもちょっと遠いね、みたいな話してた気がする。なかなかね、コンビニはちょっとなかなか行けていません。富士ちゃんさんのジャン君こっち向いてを先読んじゃってごめんなさい。それから小平田さん、大した話ではありませんが、一昨日も休みでライブ参加の後に8月中にやっておきたかったデウランタという紫色の小花の、咲く木をやっと植え替えたのですが、続くんですね、これね。デュランタ、デュランタかな。富士ちゃんさん、ポータブル電源便利よね。174,000mAh も読めないね。容量あればキャンプもできるし、俺みたいに車内泊楽しむ人にも持ってこいやわ。もちろん、災害時もね。それがこうずらっと並んでたら一つの町が救われるのかな。値段もビッグだけどサイズと重さもビッグやわ。65,000円くらい払ったもんな。なるほど。そしてスマートタップっていうやつ。この話したかな。蓄電するタイプの、ソーラーとかをつけた時に蓄電するやつかなが、ついてるうちが、今回、停電になった中、テレビが見られましたよっていううちがあってですね、あれいいのかもしれないね。ソーラーバッテリーに関してはちょっといろいろね、まあ問題というかですね、ソーラーの電気を高く買い上げているそのお金は通常の、電気代を払っている人たちの中からこう払われているというような、ちょっとおかしなことになっているという話を聞きますので、その辺ちょっとあるんですけれども、あとね、黒犬ね、ソーラーバッテリーは太陽の、光というか熱というかね、それでやられているから自然でそのエコでいいみたいなことを言っているときに、ずらーっと並んでいるソーラーのその広い土地にねソーラーパネルが並んでいるのを見て、あれあの下で草花が育たないなというのをちょっと気にしました。あんまり景観としては美しくないですね。なんとかこう空中の2000メーターぐらいの高さに置けないんですかね。そうすると、四角い黒いものが空に浮いてるだけで、そんなにこう地上には問題ないですよね。なんかこう地面にペタッと張り付いたあのソーラーパネル、あれちょっと何か考える人いないのかな。
そして、富士山さん、アンカーよりさらに上のやつでコンセントが 120W でなくスマートタップだと 400W まで対応している。保証が24ヶ月続いているから2年間は安心なのが嬉しいところ。なるほど。持ち運びが大変だから常に車に積んだままですね。車が電気配布用になっているんですね。細川さん、私の母も熱があるくらいだと学校行かせられましたね。ずる休みしたいだけだと思われてたよ。切ない思いですね。あの、昔はそうでしたね。ちょっとぐらい熱があっても学校には行くのよってちょっとじゃなかったんですね。まあ、黒犬の場合は平熱が37度くらいあったので、まあそういう意味ではちょっとっちゃちょっとだけど、人によっては命に関わる、体温ですもんね。うん、38とか9あったら私動けないもん、本当に。そっか。うん。そして、ベミライさん、うちのバッテリーは5000くらいで、5から6000mAh。これなんて読むか誰か教えて。カタカナで書いてあげてください。くらいのです。お兄ちゃんのゴミ部屋の片付けで見つけてそのまま没収。うん、娘が喜んで使っています。とってもいいそうです。何時間くらい持つのかは知らないですが、ということですね。5、6000円であるんだったら、うん、なんとか一つのうちに、1台ぐらいね、揃うかもしれないですね。で、充電にどのぐらいかかって、それがどのぐらいの使用頻度をこう賄えるのかっていうのが分かると、いいですね。富士山さん、あ、ちょうどその話かな。6000mAh なら、2回はいけるよ。何が2回？あれかな。スマホとかなのかな、タブレットとかなら半分もいかないかなと思うけど、やっぱスマホだね。要するにスマホの、バッテリーチャージに、2回分ぐらいいける。でまたそれを、逆にバッテリーの方をチャージしとけばいいってことだね。そのチャージを黒犬がペダルを踏むっていうのが一番エコだね。なんか音がいっぱいするね。だ。Thank you, thank you. 今日は長いお留守番ご苦労様でした。生放送の時も仲いい感じでありがとうね。はい、出ますか。Thank you.